赤湯神社軌道路線外略図赤湯神社軌道は山形県東沖多摩郡赤湯町に1919 19年から1926年まで存在した一社軌道である赤湯駅と赤湯温泉街との連絡を目的としていた花見橋上の赤湯神社軌道花見橋は専用橋であった大宇本線赤湯駅は赤湯の温泉街からは離れた場所に位置しており 1910年頃になると、交通の不便さから赤湯温泉の客は減少傾向にあった。このため、駅と温泉街を結ぶ交通機関として人車軌道の布設が計画される。途中、第一次世界大戦による鉄材などの高騰のため、計画が遅れるなどを経て、1919年4月25日に赤湯人車軌道が開業した。社長は石岡与一。 路線距離は約1 9トルで、途中に停留所は定められておらず、乗客は任意の場所で乗降することができた。乗車賃は当初10銭、後に20銭となっている。また、当期は積雪などの関係で運休していた。また、車両は、抹車鉄道で使用するようなデッキのある車両が全部で2両、存在し、これを1両につき3人の妊婦で押していた。ただし、 二両あると言っても、繁忙期以外は一両のみが運用されていた。なお、車庫は吉野川に架か,かる花見橋の少し東側に存在し、これは一車二両が縦に並んで入れられる大きさであった。開業当初の経営は、それなりに順調であったが、距離の短さの割に運賃が高かったことなどから、輸送人員は伸び悩み、その上1924年6月30日には、 車庫火災が発生、車庫と一車二両のすべてを消失してしまう。一車を再注文して運営を再開するもバスの台頭もあって乗客はさらに減少。電気軌道に変更する計画を立てるも資金が集まらず、結局1926年5月29日に全線で運行が中止され、同年11月29日に会社は解散した。AB 宮田県政。 遠い日の鉄道風景29ページ AB 軌道特許執行漢九1926年12月2日帝国銀行会社用録大正6年ありがとうございます